で、NTT の社長と総務省、日本のね、霞が関の総務省が宴会やったと放送されたけど、宴会ちゃうで。あの、会議。どこでやるかと、高級店でやるんです。なるほど、盗聴されにくいというか、まあね、一応安全やんか。こんな、うちみたいなところではできへんねん。居酒屋でもできへんねん。リークされまくるやん。その、チェーン店の大型居酒屋でやるんか、そんな階段。庶民のや使う店でやれとか言ってんのな、共産党とかな。そういうとこでできんの。そこで普通にみんな飲んでんねんで。あ、あれちゃん、大臣ちゃん。大臣、イエーイとか言って、始まったまうやろ。な、高級店でしかできへんやろが。まあ、そこそこの小料理屋でも、あ、あれ大臣ちゃうと。僕からとか、そんなんいらんやろ。カウンターで、なんか、できなきゃないやろが。みんな頭ないんかっていうか、どうやったらやろ。みんな、そう、居酒屋でやれっていうことでしょ。でも、そんなおしゃれなバーでもあかんて、これ僕から、って言うやつがなんか、高級酒ってやったら、いらんやろ、そんな。な、そういったこと、そこまで考えたことある？たとえ共産党政権になっても高級店でやるってば。ていうかもう高級店なくなるわ。忘れてた。共産主義になったら。おしゃれ店なくなるし。本当やね。行ってきたから知ってんのよ、中国に。1990年代に。ああ、今とちゃうやろな。今言ってへんけど。まあ、すごい光景でもないよ。小泉改革の後の東大阪市みたいだったわ。中国って。たたずまいが。まあ、コロナ禍って言うけど、うん、もうずっとコロナ禍みたいな状態でね。まあ、1990年代の中国。どこもかしこもコロナ禍真っ只中みたいなシーンとした感じだったで。商業動いてなかった。あの時代ね。実は。共産主義としてはもん。中国って空前の商業文明やねんで。そこに商業が停止する共産主義を適用してどうすんの。世界有数の商業文明。中国大陸で。なんで共産主義やってたんやろな。意味不明やろ。みんなそこまで考えたことある？まあユダヤ人より優秀って言われてるよ、中国商人は。なんでそこで共産主義？くどいか？誰か助けてやって。だよう言わんのかなちゅうかさ、どうやったら言ってあったけど、台湾系の人たちはな。あ、ちょっと電波つぼ。
中国で世界有数の商業文明って分かるやろ。みんなの勉強の仕方変だから。な何の役に立つの、あんなに長い期間長い年数勉強してきて、中国文明あら世界有数の商業文明ですよって、なんであっこで共産主義なんか適用したんでしょうねなんてさらって言われへんっておかしいやろ、あんなに長いこと勉強してきてて、みんな共産主義ありきで言うなよ、だからな、共産党は。おかしいね、違和感ありまくりやねん、中国に共産主義なんか。誰か言えよ、もっと早よ。なんか違和感ありますよね、あいつらが共産主義なんて。って言ったれよ、もっと。ハマってねえじゃねえの、とかな。言ったからよ、もっと早よから。チク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 イチ。な。口を開けば中国問題でな、口を開けばそれ言ったりや。洗脳ちゃうから、おのおやから、じゃあ逆や。どう、あれあれあれ、おかしいや、洗脳いう言葉の定義、おのおやろそれ、ちゃうの。どっち、どっち、どっち、あどっちそれ、どっちちゃうの、言いません。だから多分 NTT の社長は問題のある通信記録をちょっとご中心に行ったんちゃう、どうで、じゃあ他の携帯会社もあの OL でご中心に行くやろ、なんか問題ある通信記録がありましたよって、あ